Tip Top The Live のコーナーです。荒木隆事務所代表、ティップトップジョブ代表の荒木隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先々週から始まった、このラジオのようなコーナー。はい。うん、ちょっといなかったですね。いなかったです。いなかったです。むちゃくちゃな放送でしたけども。むちゃくちゃな放送だったんですか。何でもありなんですね。ライブですからね。言いたいことを言うっていう。はいはい、で、まあ最初、前回1回目だったんで、ティップトップチャンネルっていうものを、まあ、うちやってますということで、はい、まあ、どういうチャンネルなのかということで、説明させていただいて、うん、今回からは、うん、毎月毎月、国ごとの、はい、テーマ、うん、実際いろんな国行ってます。もう今はマレーシア行って、はい、フィリピン行って、うん、イギリス行って、マルタ行って、アイルランド行って、アメリカ行ってとか、いろいろやってます、はい、で、まあ、毎月毎月、まあ、いろんな国行くんですけど、はい、まあ、一つ一つどういう、うん、ことをやってるのかとか、まあ、国の特徴であるとかっていうのを、うん、まあ、お話しさせてもらおうと思っています、うん、で、はい、何個かスライドを用意してるんですが、はい、まあ、基本的にいろんな、まあ、大学とか、まあ、これは大学ですかね、インターですかね、まあ、結局、まあ、こういう現地で実際留学している日本人たちに、うん、はい、実際どうよと。これどこですか、国は。これマレーシアですね。マレーシア、うん、で、話を聞きます。で、うん、一般的にはみんな聞こえのいい話しか聞かないんですけど、どっちかというと、うちは聞こえの悪い話をなるべく聞くようにしています、うん、本当にみんな聞きたいのは実はそっちの方なので。そうですね、もう何でもありの情報を聞きたい、うん、もちろん聞きたいですよね、裏も表も包み隠さず、ね、うん、まあ、プラスが10あってマイナスが3あって、うん、で結局計算すると合わせると3上に浮いてるからみんな行くわけであって、うん、10ゼロってことはまあ基本的にないので、うん、で国にとってまあその特徴がまあありますから、うん、まあ、特にまあ今回一発目はまあ今日はマレーシアのまあお話をさせていただこうと思うんですけども、うん、マレーシアって皆さん東南アジアの、まあ、なんだったら ASEAN のいわゆる国の一つだと思っておられるんですけど、うん、まあ、もちろんそれには間違いないんですが、うん、留学とか教育とかっていう面においてはほぼほぼもうイギリスです、うんうん、イギリス、うん、やっぱりイギリス統治下にあった、長いことあった。で、マレーシアがクレバーなところっていうのはあまり抗わないんですね。自分たちを逆に買いかぶらないというか、うん、だから、で教育もじゃあ任せます、うん、なんだったらその医療の面もあなたたちの方が優れてるんだから任せますっていうスタンスを、得意なものは得意なやつにやらせようっていう、そう基本的に持っていて、で僕はこれは京都のお茶屋方式と呼んでまして、お茶屋方式、マレーシアにあるんだけどイギリスから来た大学がやっている、インターナショナルスクールがやっている、うん、お茶屋さんっていうのは料理出さないんですね、うん、お茶屋さんっていうのは仕出し屋さんから、うん、料亭のを取って、お茶屋さんっていう場を貸すっていう商売なんですよ、うん、京都のお茶屋さんっていうのは、うん、まさしくマレーシアがそれで、うん、まあ、自分何もしなくても許可を出すだけで金が儲かるという、うん、素晴らしい、でましてや自分たちとこでその例えばやっちゃうと、うん、なかなかこう発展しないんですけ ど、ね、これはまあシンガポールもそうですけど、はい、もういいものを取り入れる、うんうん、で自分たちは全然優れてない、そういう面においては優れてないということをもう認める、うん、で優れてるものに乗っかる、うんうん、っていうことを徹底的にやってるんですよね。日本はあれだもんね、はい、確かに教育はもうやっぱり日本流の教育っていうのをやっぱり絶対に浸透させるっていうかね、うん、大学は日本の大学でやっぱ経営させて、うん、日本流の教育方針でやらせてっていうのがもうやっぱやらせちゃうからね。そうなんですよ、うん、でだから自信があるんですよね、自信がまあある、うん、あるっていうか自信があったんでしょう、あそもそもの日本というも、今でもランキングどんどん落ちてますよね、うん、まあ、この間ちょうど2日ほど前に、まあ、あれね、いろいろ格付けはいろいろあるんですよ、本当にそれこそ国のさっきのあれじゃないけど、うん、その為替の格付けと一緒、いろんなこうところがあるんですけど、うん、まあ一応日本からも2校はなんかランクインしたみたいなことを言ってますけど、うんうん、まあ、でもどこまで行ってもやっぱり格付けどうのこうのより英語喋れないですから、そうですよね、英語で勉強してないですからね。マレーシアは基本もう英語で教育プログラムで全部英語、全部英語、うん、でまあそのここ最近になって、それこそ昨日かな、うん、まあ、ハティルさんがまたこのマレーシアの教育はもっともっと英語に力入れろと、うん、もうそのもう英語でそのもっともっとブラッシュアップしていかないといけないみたいなことを言ってるわけですよ、うん、はい、うん、あれだけ国のっていうかその民族がいっぱいいて、いわゆるその母国語が入り混じってる中で、うん、ある意味
ね、英語がネイティブなやつって一人もいないわけですよ。 あんだけ民族いても、まあ、中国語だってだったり、例えばインドの言葉であったりマレー語であったりっていうのが、はい、ネイティブなやつらが集まってる中に、首相がですね、これから英語をやれ、もっとやれって言うんだから、まあ、それっていうのは、まあ、なかなか日本にはない感覚ですよね。僕はいつもあのセミナーなんかでお話してますけど、日本も早いことあの、もう小学校1年から英語教育、英語教育じゃなくて英語で教育やったらいいと思うんですよね、第二言語でいいと思うんですよ、日本語っていうのは。あの日本人なんで日本語が喋れなくなることはまずないです、あの第二言語になろうが第三言語になろうが、だから1億人にしか通用しない日本語を、なんでそんな一生懸命やるんだろうっていうことにはあって、まあそういうこと、まあ合理的ではないですよね。そのあたりをやっぱりこうまだまだ自分たちは、日本としてはまだまだ追いついてきてないと思ってる国が、やっぱりもうその特急券でどん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 その早くなってきてますんで、だからまあこの、あのまたちょっとスライドを出していただきたいんですけど、まあこれはインティっていうマレーシアにある大学なんですけど、ここはアメリカの資本なんです。でアメリカの資本でどういう資本かっていうと、世界中に60個も70個も大学を持っている、いわゆる教育エデュケーショングループの一つなんです、だからインティっていう大学はマレーシアにあるんですけど、結局その後ろについているその、あの企業さんが、例えばグーグルであったり、インテルであったりとか、例えばマイクロソフトであったりとか、ロイターであったりがついてるわけです。じゃあ例えば日本と違って就職活動なんかしないので、インターンシップを4ヶ月やるわけですよ、じゃあもうインティ出るとですね、例えばグーグルで4ヶ月やりました、ロイターで4ヶ月やりましたなんていうことが、もうバン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 そういう人材が来るわけですよね。このインティっていうのは日本にはないんですか？ないです、ないです。なんで日本にないんだろう？作らせないから、日本が、文科省がダメなんですよ。あ、そこがダメなんだな。だからここだってもう本当にもう世界中で大学展開してる、もう大学経営のプロでしょ、ここは。プロですよ。だこういうところに日本も大学をやらせりゃいいんだよね。でこのインティのすごいところは何かっていうと、世界中に自分のところの大学と系列大学を持ってるから、授業料の、あのエキストラのオプションなしで4ヶ月だけ好きな国の大学と自分たち の, そのグループの中で交換留学できる。だから海外とか、魅力的、なんかイスタンブールとかに大学あるんですよ。どこ行ってもいいんですよ。なんかあれみたいだな、シェアオフィスのリージャスみたいな。そうそうそう、なんか、ね、リージャスの大学だったらどこでも使えるみたいな、会員に入ってれば、それが大学で、でやっぱ日本の教育の悪いのは、なんか産学連携するとすぐなんか癒着して、なんかお金もらってんじゃねえかみたいなことを言うけども、海外の大学ってもうもらってようがもらってないかも絶対に産学連携やってるので、であのやっぱいい人材はおたわりしようっていう魂胆は分かってるんですけど、それを大学側も逆に利用して、じゃあ金をくれ、施設をくれ、いわゆる技術をくれっていうことで、非常にいい関係でお互いウィンウィンですよね、やってるんですよ。で企業からしてみたらいい人材をこうやってキープできちゃうもんね、そうですよね、だからまあこういうインティなんかに日本にないから、まさしく日本にないから日本人がどん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 行ってます。うちからでも去年なんかでも何十人単位で行ってます、本当に。だからそれ行きますよ、ないんだもん日本に。授業料はどのぐらいなんですか？授業料はね、インティだと例えばまあ、あのいろいろオプションがあるんですけど、通常あの3年間で、まあ、イギリス式なんで3年間なんです、で日本人の場合はまあ英語できないっていうのもあるので、ファウンデーションといわゆるそのいわゆる準備コースみたいなのを1年今やるんですけど、それでも4年間で寮費と学費を入れてインターナショナルビジネスのコースで大体300万から350万ぐらい。そんな高くはないですね。4年ですよ、4年間で4年間ですから、でそこにまたスカラーシップっていう留学生スカラーシップっていうのがあって、あのいわゆる奨学金があるんですよね、で奨学金っていうとなんか返さないという、これまでも奨学金の話しましたけど、日本の、ね、海外の奨学金は、マレーシアの奨学金は何が優れてるかっていうとディスカウントなんですよ。ディスカウント、だからあなた優秀だね、じゃあ 30% とか言われるわけですよ。だからディスカウントもらえるわけだから400、ただでさ4年で400万っていうのがいきなりなんか280万ぐらいになって、なんかこうどん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 安くなっていく。優秀であれば優秀であるほど、学校に入ってからその成績がどのぐらいでいいかって、いや、あの、ね、入る前にね、これね、日本人の場合は特にあの正直ここはたまたま日本もすぐあの恵まれていて、インティとかマレーシアの大学って日本の教育システム分かってないので、信用してないんですよ、だからオール5ですとか言っても、ふーんって言った程度なんですよね、でも僕はこういうことをやりたいです、私はこういうことをやりたいので来たんですっていうことを一生懸命書くと、あのもらえるんです。熱意で通るんですね、
であんまりこう成績がって言うんですけど、うん、基本的に英語がペラペラに喋れるんだったらそもそも外外留学なんかしないので、うん、あの喋れないんですよ、うん、その中でもねあの、うん、どんぐりの背比べで、うんまあ、喋れる人は若干いるかもしれないけどやっぱりまだまだその通用するレベルの人はいなくて、うん、だからまあそういう成績っていうのは関係なくてじゃあどう、うん、まあある意味ここからがもうそれこそグローバル人材です突破人材、ね、いかに 30% 取るか、うん、400万の 30% 120万、うん、俺は18の時から取ってやるぞと思って、うん、いかに嘘とは言わないけど、うん、いかにこう自分をプロデュースするか熱意とか誠意とかって、うん、俺きっとねそうなるとストーリーとか、うんうん、っていうのがあってだからマレーシアの大学っていうのは、うんまあ、これはインティっていうのはアメリカの大学なんですよね、うん、でイギリス系の大学もありますで、うん、スイス系の大学もあります、うん、でいろんな国の大学があって、まあ、これはあのちょっと話が飛びますけど、うん、マルボロカレッジっていうとこれはもともとかの有名 な、ね、キャサリン妃があの、はいイギリスで通っておられたというまあこれはあのマレーシアですけど、うん、マルボロカレッジあの金有名なマルボロカレッジ実際キャサリン妃も来られましたそうですね、現地ですね、はい、で今その世界のそのいわゆるみんなの、はいまあ、お金持ちって言ったら変だけども、まあ、そのいわゆる目指しますよね選ばれし、うん、選ばれし、うん、あの人たちのが集まってくるという学校ですね、はい、なかなか入れない、はい、本校ではまあ噂によればあのサーの称号がついてないとそもそもマルボロには入れないなんてとかあってでなんでマレーシアに作ったかっていうとじゃあサーがついてないけど、はい、まあいわゆるリッチな人もいっぱいいるわけで、うん、じゃあマレーシアのとこ行きなさいみたいなことになってきてるということで、うんうん、あのマルボロにこう作ったあのマレーシアジョホールバルっていうところにマルボロカレッジを作ったんですよね、うん、当時マルボロのまだ作ってますっていう時ぐらいに僕行ってたんで、うん、まだオープンする前に、うん、あの行く気もない学費すっごい高いんですよ高いんだけどレセプションパーティーがあったらですよね、うん、あの行く人が一応行く気がある人が集まるパーティー、うん、ただなんですけどすげえ食事が出るんですよ、うん、でそれ食事食いに行こうってで行って、うん、なんかもう行く気もないのにああ出すかこうですかってこう聞きましたよ、はいうん、でもやっぱ未だにあの学校、まあ、うちからも何人か年間行くんですけど、うん、まあまあ値段が高いというよりもやっぱりこういう学校って日本ないんですから、もういいんです。お金を持っていて、うん、家に歴史があって、うん、こういう人たちが集まる学校で何が悪いって言い切ってる学校ですから、うんうん、ここには日本人も行けるんですか？います。だからシンガポールから、まあ、なんでジョホールかっていうと、うん、シンガポールからも近いので、はい、シンガポールに住みながら通うっていうことも実はできるんですよね、うん、マルボロとかだと、うんうんうん、これじゃ駐在員とかがね自分の娘息子とか入れやすいような場所なんかな、うん、シンガポールとか日本企業多いですよね。そうですね。まあマレーシアに住んでないとなかなかそのマレーシアの学校っていうのは通えないんですよね、うん、だからシンガポールに住んでいる人はお金持ちだから、うん、ある意味マレーシアのビザも取っちゃうわけですよ、うん、住まないのにぐらいの余裕がある人は もちろん両方行き来できるんですよ。でもともとシンガポールっていうのは実は昔々言うと50何年前はマレーシアでジョホール州ですから、うん、だから、ね、あの現地の人たちは行き来簡単なんです、うん、なんか悪いけど行き来簡単なんですよ、うんうん、ちなみにこのインティはマレーシアのどこですか？これは、クアラルンプールです。クアラルンプールか、うん、ペナンにも分校がありますね。だからインティはやっぱ大きいの でクアラルンプールにも3つも4つも校舎があって、これインティーは個人的にインティーがすごい気に入ったな。産学連携でお目が高いですね。面白そう。インティー大学が一番うち仲がいいんです。あ、そうなんだ。うん、インティーがいいな。表彰もうちょっとで表彰されるぐらい。あ、本当、うん、じゃあうちの息子インティーに入れよう。なんかね、いや、いいですよ。で、ね、何がいいかっていうと、まあ、これを言っちゃうといろいろ語弊あるんですけど、受験がないんですよ、大学入るときに、うんうんうん、ね、日本のような。そうで、うん、これってやっぱり大きくて、僕高校3年生で相談しに来た子に、うん、どこの大学がいいですかっていつも言われるんですよね、うん、親御さんとかに、うん、で何をこれからしたらいいですかって言われるんですけど、うん、マレーシアの大学は普通に日本の高校行っていれば、うん、普通に入れるので、学校も選ばなければ普通に入れるから、うんうん、目いっぱいこの最後のあなた人生に1回しかないこの高校3年生を楽しみなさいと、うん、もう受験忘れてもいいからいいな、俺が責任持ってやるからって言っていつも言うんです。で、それってね、なんか大人から見るとなんか
バカなことを言ってるような気がするんですけど、うん、やっぱ大きいじゃないですか、僕らの時の高3の時って下手すればもう3月の終わりまでなんか受験やってたやついましたよ、うん、なんかよくわからない、いますね、それってなんかすごいもったいないよね、うん、でね、そのやっぱ高校生しか経験できないこといっぱいあるのに、だから海外留学の利点、特にマレーシアの大学行く利点っていうのは、僕は実は大学行ってからももちろん素晴らしいんだけど、うん、日本の高校生活であるんです、うん、だからそれが分かっていれば、受験の不安がなければ、進学の不安がなければ、うん、目いっぱいクラブができるし、うん、目いっぱい恋愛ができるし、うん、目いっぱいやりたいことができる、なるほどね、うん、これはじゃあなんかエントリーかなんかをすれば誰でも入れる、まあ、誰でもっていうか一応そのあの審査はあるんですけど、うんうん、でもそれって英語力の審査なんですよ、うんうん、あなた英語力ないねって、で大学の付属の英語学校があって、うん、じゃあそこから始めなさいって言われます、うん、で別に日本で英語ができるレベル、できるって言ってるレベルでもよっぽど高くない限り絶対語学学校入れられるのよ、付属の、うんうんうん、だから一緒なんですよ、だから僕は行って頑張れと、うん、で日本人って面白いのは思考的に、じゃあその1年間あるから、うん、例えば駅前留学行って頑張りますみたいなこと言うわけですよ、うん、親も、うん、何十万何百万もかけてやりますみたいなこと言ってるんですよ、うん、最初からこっちでやった方がいいじゃん、そうだから4年で400万だって言ってるのに、うん、なんで行く前に100万もかけて語学学校行くんだって、そう思いながらも、うん、でもそのそうなんですよ、日本で教育なんですよ、教育ってそういうふうにこう煽られてるので、うん、だからもう目いっぱい生きろと、うん、もう目いっぱいもう絶対に落ちないから、うん、もう大学は生かしてやるからっていう、うん、その方が子供にとってもいいわ、うん、で思いっきりね、楽しみますね、その代わりにでも向こうに行って甘い生活を待ってるわけじゃないよと、そうです、もうはっきり言って1年目なんか地獄だと思うよって、うん、でも、うんうん、やる意味がある1年だからっていうのを言うと、うん、子供って結構あの特に高校生ぐらいだとやっぱり受け入れてくれるんですよ、うんうん、まあ覚悟するというか、そうだね、覚悟だよね、うん、はい、うん、だからうん、マレーシアっていうのは皆さんマレーシアとか、うん、なんか汚いんじゃないのとか、うん、臭いんじゃないのなんて思ってるかも、うん、まあ、最近だとあのマサオちゃんがちょっとやられちゃったので、あの有名になりましたけど、北朝鮮のね、うん、あんなそのことがまあわーっとこうなる国ではないです、逆に言うと、うん、あのいろんな国の人たちがあのビザ緩くて来れるので、うん、結構インターナショナル、インターナショナルなんですよね、うん、それこそ多様性っていう意味ではね、うん、多分本当に相当ハイレベルな多様性国家じゃないですか、うん、なかなかないですよ ね僕はいつもにやっぱりこのマレーシアに10年、10年とは言わないです、5年後の日本をやっぱり僕は見出すので、うん、まあ、こういうふうに人が入ってくるんだろう、うん、こういうふうにこう、まあ、そのいろんな人が来てもぶつからないように社会っていうのが大きくなっていくんだろうっていうのは、うん、やっぱりああいう国にありますよね、まあ、シンガポールもしかり、うん、ね、そうだな、でそこで勉強できるんだから、うん、それだけでいいじゃないですか、うん、なんとか大学となんとか大学がどっちが有名ですか、うん、どっちが就職しやすいですか、そんなこと知らねえわっていつも言うんですよ、うん、それはもう自分自身だから、うん、今日さ荒木さんがフェイスブックでシェアしてたのが、はい、日本のその高学歴、うん、日本の大学の高学歴の人たちが大量失業社会になる、なるんですよ、うん、5年後に5年後もうとうとう僕らの時代が来ました、そう、日本の大学リーダーこれた人はもうみんな一気に失業するって、うんうん、あら AI ってそこに取って変わる、 AI がそこに変わるから、うん、そうで AI ですら僕らみたいなバカには取って変われないんですよ、だからそう、なるほどです、ね、AI が得意なのはルールの決まったもう計算式なんだよね、なるほど、そういうだからルールの決まったことをもう一気にこうやって計算するっていう仕事が AI じゃない、何かをインプットして計算してアウトプットをする、うんうん、もうそういうだからもう計算じゃ解決できないようなことをできるやつがこれから必要なわけ、うん、計算式じゃ片付けられないやつが、そうですね、今求められるなんか人材がなんかアイデア力がある人とか交渉力ある人とか、うん、そこら辺になると AI ちょっとあれですもんね、あの最近なんか、うん、あの本なんかでもビジネス書なんかでもよく売れてるのは、うん、多動力堀江さんとかでいろいろ言ってますけど、あんなの今でこそかっこいいですけど、ただ落ち着きのない子ですからね、昔で言えばね、でもそれが称賛される時代が来たかなと思う、いやこれからそうだと思う、もう本当行動力、決断力、多様力、まあ一言で言うともう変態、うん、ですね、で変態にはもう非常にいいあの留学先なので、そうだね、まずはまあマレーシアで、行ってみたくなりましたマレーシア、まあ、変態ばっかりでもないですけど、うん、まあまあでもまあ基本的に変態が多いですよね、でこれまでとは違う環境に飛び込んでみるっていうのが、うん、やっぱ日本の若い人たちに必要だよねこれからね、そうですね、うん、レールを敷かない、う
レール敷いてきたからダメなんだよ。そうなんですよね、枠にはめられるというかね、うん、そう、うん、いつも言うんですけど 1+1 が2ではない国ですから、うん、あの明日行きます喜んでって言われて明日行ったら閉まってる国ですから、うん、あのまあいろんなとこからフォークボール飛んできますんで、ねえ、いろんな経験をちょっとしてもらって、はい、これからのこの対応力、はい、見てください。まあ、あのティップトップチャンネルにいっぱいまたこれ動画載ってますんで、そうですね、ティップトップチャンネルをちょっと見ていただきましょう、はい、YouTube の方でティップトップチャンネルで検索してください、はい、いろんな国のいろんな動画載ってます。留学エンターテインメントですよね。はい、留学エンターテインメント、はい、まずはマレーシアから、はい、よろしくお願いします。はい、でこちらのコーナーでもちょっとこのティップトップチャンネルの収録の裏話的なね、はい、そういったのをどん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 出していきたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみにしていてください。はい、はい、それではティップトップザライブ、荒木隆事務所代表の荒木さんをお招きしてお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。